どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代女性の方です。婚約前の付き合ってる段階だと浮気されても問題にならないのでしょうか。彼氏に最終的にセフレだっただけでもうやめるから、遊びだったからと言われましたが距離を置いてます。3年付き合っていて、私の中ではもうすぐ結婚かなと考えていたのでショックです。ただ3年目は浮気しやすいということも調べたら出てきました。そういうものだと踏みとどまるべきでしょうか、とのことですが、どう思いますか。いや、まず問題にならないのでしょうかっていうやつだけど、うん、まあなんか法律上の問題とかはないでしょうけど、うん、あの相手が既婚者だったら話は別よ。うん、そしたらなんか下手したら慰謝料がとかっていう風になるかもしれないけど、うん、婚約誰も結婚してない人同士がこう浮気とかっていう風になったんだったら、うん、別に問題としてはないけれども、うん、なんかこの人と結婚しなきゃいけないのかな。したくなくない、こんな男と。まあでもショックっていうことですから、それを知ってちょっと冷めたのかもしれない。でもそれでもその3年目の浮気はなりやすいみたいな知って、じゃあそうなのかなみたいな。いや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 、だってセフレだっただけって言われちゃってるし、うん、遊びだったからって言われて、うん、あの時は気分で言ってたけど、やっぱりちゃんと付き合いたいんだって後から言われたとしても、うん、そんな男信じちゃダメだと思うのね、うん、てかダメだよ、うん、だからもうショックなのはね、ショックだろうけど、本気で付き合ってたんだとしたらね、うん、でもそういう男だから、もうそこはもうさっさと見切りをつけて。あれですよ、この方が浮気されたってことで、その遊び相手の女が遊び相手だから君とは本気だよっていう、そういうパターンじゃないですかね。あ、相手が、うんうんうん、あ、なるほどね、君は本気だよっていう。いや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 、もうなんか治んないよそんな浮気なんて、うん、そういうことか、うん、いやどっちにしろ治りませんよ、うん、3年目だからとかではない、性格です。本能です。本能のまま生きてるだけです。理性もありませんよ。じゃあそんな後からいくらでも言えるでしょ。確かに相手はそんな本気じゃなかったからとかって言うけど、そんな何の証明になるって言うんだっていう、うん、相手の女性にも同じこと言ってるかもしれないよ。ああ、こっちのことを。そう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 、なるほどね。そうだからもうとっとと見切りつけて、うん、もうなんか忘れちゃうのが一番ですよ。じゃあこの3年付き合ってたっていうのも、もしかしたらこの彼女は本気だったけど、向こうからしたらいい加減に付き合ってたかもしれないと。もう女遊びは治らんよ。うん、治りませんよそんなんじゃ。3年目だからとかそういう問題じゃないですよ。もうずっとやるよ。結婚してもやりますよ。子供できてもやりますよ、そういう人は。うん、よっぽどなんか、よっぽどのことがあって、よっぽどなんかね、変わるっていうパターンもあるでしょうけど、うん、そんなのごく少数派で、うん、でそのごく少数派の方に望みかけてもダメだし、うん、もうそんなやつですよ、うん、一生、はい、まあじゃあ残念ではありますけど、そのまあ結婚前に分かったっていうだけでもまあ良かったってことにして。うん、そうそうそう、うん、うん、もう結婚しても泣くよそんな。うん、癖ができてるってことですね。そうですよ。じゃあこれを参考にしてみて、よく考えていただけたらいいと思います。はい、はい、じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。